富士見市地元探索バラエティ、ちなみに富士見グルメ編、富士見市 PR 大使の下川ラリサです。今回は私が富士見市のグルメの魅力をたっぷりとご紹介していきます。まずは富士見農駅から徒歩5分、中国料理宝山さんです。それでは早速行ってみましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わ、もうなんか店内も素敵ですね。ありがとうございます。なんか早速美味しそうなご飯が迎えてくれて、ちょっとお腹空いてきちゃいました。ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。案内いただいてもいいですか？はい、どうぞ。森井さん、はい、こちらのお店のおすすめメニューは何ですか？そうですね、鉄鍋のあんかけ焼きそばですね。鉄鍋ですか？はい、初めて聞きました。あ、そうですか。ちょっと鉄のお鍋をすごく焦がして、はい、ジューって感じで、ちょっと熱いんですけども、召し上がってみてください。うわ、食べてみたいです。じゃあ鉄鍋あんかけ焼きそばお願いします。はい、ありがとうございます。お待たせしました。鉄鍋あんかけ焼きそばです。すごい。初めてですよ、こんなあんかけ焼きそば。あ、そうですか。はい、目の前で作ってくれるって。そうですね、もうテンションが上がりますね。そうですか。そう言っていただけると嬉しいです。香りもすごくいいですし、やはり、ね、お客様の前でやらないとしょうがないのでもう食べてもいいですか？どうぞ召し上がってください。周り暑いのでお気をつけてください。はい、いただきます。はい、あ、うわ、あんがたっぷり絡んでますよ。よいしょ、早速いただきます。はい、どうぞ。熱々ですね。気をつけてください。うん、いかがですか？最高です。そうですか。ありがとうございます。思ったよりさっぱりと、あっさりしてますし、本当に麺があんとめちゃくちゃ絡んでて、あの麺がカリッとしてるんですよね。この食感がまた楽しい。そうですか、良かったです。どんどん進んじゃいますね。ぜひ鍛えてあげてください。バンバンいっちゃいたいと思います。はい、うん、おいしい。でちょっとお酢を入れてみてください。 お酢ですか？はい、ちょっとお好みで入れていただくとまたちょっと違いますので。入れてみたいと思います。はい、味変ができるといいですね。そうですね、夏は皆さん結構お酢を入れてますので、じゃあお酢を入れていただきたいと思います。はい、一気にあっさりさっぱりしますね。そうですね、ちょっと中華っていうとね、あの、油っぽいってイメージがあるんですけれども、これは結構さっぱりといけますので、皆さん鉄鍋あんかけ焼きそばおすすめです。いやー、堀さん美味しかったです。ありがとうございます。他にはおすすめメニューあったりしますか？はい、そうですね、うちではあの中国茶のジャスミン茶が、お花が開くお茶があるので、ぜひ飲んでみてください。飲んでみたいです。はい、失礼します。はい、じゃあジャスミン茶です。かわいい。そうなんです、お花がジャスミンの花が開くので。ありがとうございます。はい、わあ、めちゃくちゃ可愛い。こんな可愛いジャスミンティー飲んだことないですよ。あ、そうですか。結構皆さん、はい、女性の方は喜ばれて、ね、はい、ジャスミンティー大好きです。あ、そうですか、ありがとうございます。いただきます。はい、なんか中身が見えて素敵ですね。ご飯を食べた後ゆっくり。そうですね、いっぱいですね。はい、じゃあいただきます。いい香り。そうですか。いただきます。あー、美味しい。癒されますね。そうです、油もちょっと分解されますので。あ、なるほど。、はい、最高の組み合わせですね。そうですね。わー、なんかリラックスしますね。そうですね、リラクゼーションが入ってますので。すごく美味しいです、ジャスミンティーも。はい、堀さん、こちらのお店本当にオリジナリティあふれたメニューがたくさんありますね。そうですね。なんかその他におすすめのメニューってあったりしますか？そうですね、イカとエビの塩味炒めとか、あと豚三枚肉の角煮、すごい柔らかくて、あのお箸つけるだけで切れちゃうっていう感じですね。トロトロのやつですね。ボリュームも結構あったりするんですか？ありますね。ちょコラーゲンもたっぷりの肌が。それは嬉しいですね。あとはあのうちの
海鮮のあんかけチャーハンつって卵白でふわっと上にかけた感じのチャーハンがあります。あ、海鮮のタイプのあんかけチャーハンですね。そうですね、はい、卵白で白くふわっとかかってるので、それも気になります、はい、ぜひ召し上がってみてください。あと小籠包ですね。あ、小籠包、小籠包はちょっと可愛いスプーンに1個ずつ全部乗せて出てきますので、はい、ちょっと全制覇したくなっちゃいますね。ぜひ召し上がってください。ちなみにポイント、見て美味しい、食べて美味しい、それがこちらのお店の魅力です。堀井さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また近くにいらっしゃいましたらぜひ立ち寄ってください。お待ちしております。ぜひまた伺います。ありがとうございます。こちらブースターさんです。さて、富士見野駅からですね、ほんと近くにあるお店なんですが、見てください、外観からもすごくおしゃれな雰囲気が漂ってきますよね。じゃあ早速中に入ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。わあ、すごい、店内もめちゃくちゃ綺麗ですね、はい、おしゃれ。よろしくお願いします。山岸です。山岸さん、よろしくお願いします、はい、お願いします。ぜひお店案内いただいてもいいですか。はい、お願いします。はい、じゃ当店のスタッフです。あ、こんにちは。ブースターさんはどんなお料理を出すお店なのか教えていただいてもいいですか。はい、オーガニックバルといいまして、地元のお野菜とお肉を地元の方々へというコンセプトを持ってやっております。あ、なるほど、地元のお野菜とお肉。はい、ちなみにおすすめとかもありますか。はい、ございます。お待ちいたします。いいですか。はい、じゃあ早速お願いします。はい、ほう、来ました。ありがとうございます。武蔵野野菜の冷製バーニャカウダですね。バーニャカウダですか。ほんとね、色鮮やかな野菜がたっぷり乗ってますね。はい、使ってます。いや、早速いただいてもいいですか。どうぞ。じゃあいただきます。このバーニャカウダソースを取っていただきます。うん、最高ですね。ありがとうございます。このバーニャカウダソースがもう絶妙、止まらなくなりますね。そうですね、こちらも手作りで作っております。うん、そうなんですね。なんかおすすめの野菜はありますか。今ですとこちらです。何、うん、ですかこれ。こちら紫唐辛子。紫唐辛子、初めて食べるかもしれない。いただきます。うん、おいしい。うん、唐辛子って食べれるかなと思ったんですけど、おいしい、甘いし、ソースと合いますね。ちなみにポイントは山岸さん何ですか。はい、ブースターが地域のコミュニケーションの場所になるといいなと思っております。お、なるほど。というのは地元の、方々が集まっていただいて、で地元の輪が広がって、地元の方々で友達になっていただけたらいいのかなっていう、そういう拠点になればいいかなと思って。なるほど、地元の輪がこう広がっていく場所となったらいいなという思いがね、はい、込められてるんですね。山岸さん、はい、はい、こちらのお店は働く人も皆さんお若い方々ばかりなんです。またブースターという名前は、今までお世話になった全ての方を後押しできる存在になりたいという思いが込められているそうなんですね。オーナー、はい、そんな思いが。その通りでございます、はい、イエスブースター。こちらはコンテナスペースカフェバーの C&B さんです。新河岸川沿いにある黒いコンテナが特徴のカフェなんですが、とてもシックでかっこいいですよね。ということで、お隣にいるのは、はい、角田です。山口です。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、店内ご案内いただいてもいいですか。はい、こちらになります。はい、わー、すごい、なんかすごいアメリカンなこう雑貨とかが置いてあって、すごいテンション上がりますね。しかもなんかこの辺も駄菓子屋さんみたいでワクワクしますけど、何かこうこだわりだとかポイントってあったりするんですか。こちらの雑貨は地元の人と、うん、
方たちに手作りで作ってもらったものを販売しています。あ、なるほど。ちなみにこちらのお店のコンセプトなんか教えていただいてもいいですか？はい、アメリカ風にしていて、家族全員好きで、うん、そういう雰囲気が好きなので雰囲気にしました。あ、なるほど。家族みんながこういったアメリカンな雰囲気が好きだからこういったカフェ作っちゃおうよって。はい。で、夢が叶いましたね。この壁は、友達とか家族みんなでいろんなところ塗ったりして作りました。すごい。じゃあどこにテーブルを置いて、はい、椅子を置いてとかっていうのもみんなで話しながら作って壁もそれぞれ塗って。はい。いや、すごいです。上を見ると、うん、色が違くて面白いかな。あ、こういった細かいところもね、はい、お待たせしました、はい、こちらチョコレートパフェになります。うおー、ちょっと角田さん、山口さん、私が想像してたパフェとはボリューム感が全然違いますよこれ。チョコレートソースもたっぷり。うん、絶対美味しいんですよ。よかった、絶対美味しいの。あとなんか外もなんかデッキが、テラスがあったりしましたよね。はい、あそこもみんなで作って。へえ。すいません、今何してるんですか？あ、今向こうからスポットクーラーを出してここから冷気が出るように。もともとこういうなんかこう作る作業というのは好きだったんですか？あ、そうですね、日曜大工は本当に昔からやって、まあ、それをこうして今仕事にもしてるので。ちなみにポイント、予約で夜カフェも楽しめます。 Yes! C&B! 鶴瀬駅から徒歩9分、とても可愛いイタリアンのお店ペコラでピザとパスタはいかがでしょうか？ペコラはイタリア語で羊、動物の羊って意味なんですけど、私がお羊だっていうのと、腹ペコな時に来てほしいっていうのをもじって、ペコラにしました。当店おすすめのマルゲリータとサルシッチャとゴールドラッシュのハーフ&ハーフです。ちなみにポイント、どれもボリュームがあって美味しいと評判です。ぜひお越しください。頑張ってますペコラ。瑞穂台駅から歩いてわずか3分の場所に寿司島があります。店主がこだわり抜いたネタは新鮮でとっても美味しいんです。お刺身はとにかく美味しくて、それでもうファンになってよく来るようになったんですけど、いいものがあるので。ご主人自ら魚を釣ってくることもあるそうです。だから原価ゼロの場合もあるわけだよな、本当は。そういう、楽しいお店ですよね、ここは。ちょっと移転したんだよね。それで追いかけてきたの、こっちへ。ちなみにポイント。こちらのシャリは赤酢を使った江戸前伝統の赤シャリ。シャリにもこだわりがあります。皆さんも新鮮なネタとこだわりのシャリをぜひ一度お楽しみください。ちなみに富士見グルメ編いかがでしたか？富士見市にはその他にもまだまだたくさんのこだわりグルメのお店があります。皆さんぜひ探してみてください。富士見市地元探索バラエティ、ちなみに富士見グルメ編。